皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の13日、17時43分、最近の、佳子様の、動画について、13年前の豪雨災害ということになってますけども、13年前は福島は東日本大震災でしたから豪雨災害ではないと。で、まあ、この間のニュースウォッチ9でも、白髪の老人の方が、普段の出演者ではない方が出てきて、メタンハイドレート等の採掘に関して、そこも掘ってるんですかと。まあ、九州の方の地域だったんですけども、掘ってるっていうことを言っていました。で、これ、その、東日本大震災の時も掘っていたのかどうか。で、この内容を、政府の方も本当に本当のことを公表してもらわなかったら、後の世代の人たちがどこで何がどうなっているのか全然わからなくなるんですよ。で、それは今の現政権の人たちの責任でやって、もういきなり逃げたみたいですね。とにかくね、カホちゃんとかも、皇室の人も嘘言っちゃダメだから、それ偽証罪。上から下まで平気で嘘言うこの世界で、九州のこの間の地震見ました？宮崎県揺れ方震度6なんかないよ、どう見ても。で、他の鹿児島県とか震度4かな、それぐらいのものを適当にくっつけて放送してきたでしょ。大分県とかもうみんなめちゃくちゃになっていきよ。お願いだから、公務しないで。それ公務じゃないから、してること。それ観光旅行。そのみんなの前で、そのメタンハイドレート、どの地点で、何年ぐらい前からどれぐらい採掘してますだとか、そういったことをしっかりと公表するんだったらいいけども、それしないんだったら、してることどれもこれも、どうでもいいことばっかり。嘘に追い回されて、その余計な時間がと、取られるような方向に、なってるといえばなってるし、裁判に関しても、本当力はもう湧いてこないですね。今までの件で本当にもう嫌気がさしていて、で、そのエネルギーの残存問題に関して誰かがどうにかしてくれるっていう考えを政府上層部の人間が持ってしまっている。自分たちがどうにかしなきゃならないと。あとは佳子ちゃんへのメッセージだけど、僕のホームページはRKSKにできない一番見てもらったら分かる通り、NHK に昔出たでしょ。で、それでもうそこアナウンサーなんかしてたら嘘言わされるからもうやめときで、もうやめたはずでしょ。でもやっぱり戻ってきたくなっちゃうの。嘘を貫き通したくなるの。感覚的に、人間的な感覚的に、心情的に。それが聞いた。それだから、観光旅行とかが税金できるからじゃないの。NISA とかの方だったら最悪、株の方ね。NISA と株は違うの分かってて僕言ってるの。言ってて、理解してます。株の方の配当利回り等で天皇家に入ってきたお金で言ってるんだったらそれ最悪、マネーゲーム。なんか分からへんっていう音声を聞こえてきたけども、自分で勉強しホームページはアイケースゲーム歴順番に読んでいったらいいよ。経済関係のところだったら、20番前後から、1から40くらいまでの間でも十分わかるわ。経済関係のところは経済関係のところで目次でまとめとうけども、あの辺読んだらもう大体わかる。あとこの一言でもわかる。民間企業にデフォルト、倒産はあっても、国にはない。ハイパーインフレはある。だけども通貨は変わる。ドルとかに。オーストラリアは最初からオーストラリア。
何々ドルっていう国はたくさんあって、してることを国連として一つの国として物事見たら経済の話はわかる。だからエネルギーの残存量問題が最優先だから、GDP は下がっていかなきゃおかしいのよ。本当の人口はすごく減っていってるから。GDP が上がっていったら変なの。すごい勢いで GDP を下げなきゃならない。そういうことをしっかりと、だからテレビの放送の仕方が逆だったから、それでも経済関係のテレビに出たくなる人って何なんでしょうね。もともと女性が、小池百合子さんがそうでしょ？東京都知事のワールドビジネスサテライトの初代キャスターっていう話になってるでしょ？どこからどこまでが初代なのか僕もよくわからないんですけども、その倒産があっただとかなんだとかで。で、女性がメインキャスターなんですか。女性を責めてるように聞こえてるかもしれませんけども、だから社会の仕組み、もともとある社会の仕組みは絶対変えちゃダメだと思うんですよ。男性が外で働く、女性が家守る、家事、育児。だから女性が金稼ぎに狂い始めたら、例えば夫婦両方とも、議員で、経済とかを間違えて稼ぐことばっかりに傾斜して、エネルギーの残存量問題とか全然知らなくて、とんでもない、モンスター夫婦が誕生して、で片っ端から金に物を言わせてと、仕事回してと、そんなにしていたでしょ、今でも、今まで議員さんで。でそれは今までの件で言ってきましたし、そもそもそれ二十歳ぐらいの頃言ってるんですよ。で、その話はある程度その当時の人たちは、理解してくれていて、商店街とかの人とかでもその話を知ってくれてた人は、あれだけのことをよう言うたなってすごいなって、褒めてくれたりはしてくれましたけども、僕も君の言ってることの方が本当のような気がするとか、今もね、とりあえずその公務なんかもどうでもいいから、ホームページは圭介の駅の記載してる内容を早く見て、で僕と早く話し合い、でコースの中で僕の扱いがどうなっていたとか、で議員の人たちとかのコンコン来えへんとかっていう、その加護ちゃんの声が今電波で聞かされてるんだけども、徹底して、僕とその合わない方向で今、電波で聞かされてるんですけども、ここには来ないっていうことで、で来てるのはいかがわしい業界の人間、あと余計な人間、僕はホームページは IKS が記載してる通り、女性としての人としての責任感とか、誠実さとか、そういったことを僕は問うてるのであって、それないまま勝手に公務されたら、身勝手に公務されたら困るんですよ、国民が。いつも国民が困ってるんですよ。でも台風直撃のコースで今東京の方に7号が向かってますけど、その辺を踏まえて、内閣の方でも、ちょっと公務止めてもらえますか。で、米軍の方と台風6号に関しても、
台風6号に関しても米軍じゃないかな、データが2つあるから僕も分からない、九州コースとか東北コースとか、ホームページの IKS に行ったら、アクセスできます。あ、テレビ局はあれだけ嘘言われていたらどの内容を事実として受け止めればいいのかっていうところ、まあ、とりあえずその、まあ、こういうふうに、まあ、相変わらず風は取れている状態であって、大きな被害に関しては台風5号に関しては出てないはずです。で、またなんか昔の映像使われた親的の小さな存在する、いらんからそうですよ、追い出すよ。どこの誰やねん、本当に。これ聞いただけだったら分からへん、本当に。個人情報保護なんか本当にいらんと思う。必要ない。もうこの間の台風5号の時の映像を見ましたけども、河川。あんなもん河川の土砂をかき出していれば、排水量だいぶ上がるから、もうどうということでもないし、大げさに誇張して、まあ、放送してるように見ましたね。途中からの映像はそうなってました。生放送の番組ちょこちょこ見たんですけども、あんまり雨降ってなかったでしょ。まあ、何時ぐらいになったら雨の量が減りましたとか言ってましたけども、一応まあその間僕昼寝できてるんですよ。昼寝した後雨の量減ってるんですよ。だから話総合すると、だから皇居だろうが、秋篠宮邸だろうが、僕は行った時にしっかりと囲まってあげたいんですよ。外からそれだけでも絡んでくる連中がいなくなる、台風の件に関してですよ。災害関係に関して、まあ、大雨の方も警戒しておかなきゃならない時は警戒しておかなきゃならないんでしょうけども、もうそれだけで多分だいぶ違うと思いますよ。あの世の人たちから見たら、やっと皇室の人間が真面目に、彼のことで向き合い始めたかと。イコールそれは世界中の人の、まあ、命に関わってくる内容であって、エネルギーに全然の問題であって、このまま本当の話をほったらかせにして物事を進めるのは無理ですね。海底何メートルぐらいのところで採掘してます。1800メートルってそれかなり何十年も前からでしょ。一番海底の深いところ1800メートルって、今も何メートルぐらいのところまで海底基地作ってます。その1800メートルっていうところはどこの国かは知らないですけども、それはもう技術的にできることが証明された、他の国もするといえばするでしょう。多分その深さだったら水圧を利用して採掘してるんじゃないですか。すごい水圧を。何か聞いたことありません？シェイルオイル、シェイルガスって。水圧がどうこうって。多分本当の話はそちらでしょう。か、その方、掘削方法、水圧を利用しての掘削方法を、思いついて、まあ、他の掘削地点でまだ水圧をかけたら、石油が採掘できるんじゃないかということで行ったかの、まあどちらかなんでしょうね。っていう話を26年前もしてるんですよ。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。